麒麟が来るの登場人物、朝倉義景の生涯、戦国乱世には向かなかった人。皆さんこんにちは。2020年 NHK 大河ドラマ麒麟が来るの登場人物紹介シリーズ、今回は朝倉義景の生涯をご紹介いたします。前世紀の朝倉氏に生まれる。天文2年1533年、父朝倉高景と若狭武田家出身の母の間に生まれました。この時父高景40歳で唯一の実子だったとされます。天文17年1548年3月、父の死去に伴い16歳で家督を相続し、朝倉氏第11代当主となります。この頃越前の国は初代高景はじめ祖先たちの領国経営がうまくいき、かつてない安定と繁栄を享受していました。ただ加賀一向一揆との抗争が影を落としていましたが、義景は弘治元年1555年、越後の長尾景虎、謙信と呼応して曽祖父氏景の末の弟朝倉宗敵を大将として加賀へ攻め入っています。南郷、津波、専属、すべて石川県加賀市の三条を一日で落とし、江沼郡で一騎勢を打ち破ったあたりまでは良かったのですが、ここで膠着状態になり、将軍足利義輝の仲介で和睦に持ち込んでいます。しかし朝倉家にとって最大の損失は、戦いの最中に病により朝倉宗敵を失ったことです。享年79歳と当時としては十分な長命でしたが、彼は余人をもって変えがたい朝倉家の中跡で、高景の先代の定景の頃から事実上の朝倉家の当主は宗敵でした。義景、盛上役を買って出る。朝倉の支柱とも頼む宗敵を失った義景ですが、自分まで落ち込んでいてはどうにもならぬ。こんな時こそ当主たる自分が率先して国内を盛り上げねばと思ったのでしょう。永禄4年1561年、堺郡夏目の庄大久保の浜で大規模な犬を追うものを執り行います。朝倉の家臣だけでも1万余人が参加し、見物衆は数えきれなかったとか。犬王物の説明をしておきますと、中世の頃に始まった武士の鍛錬法の一つで、竹垣で囲んだ馬場に150匹の犬を10匹ずつ放し、これを騎馬の武者が馬上から言います。細かなルール作法がありますが、犬を傷つけぬよう矢に工夫をし、参加する武者はきらびやかに装うなど催し物としての一面を持っていました。応仁の乱の後は下火になっていましたが、義景が景気づけに復活させました。また翌年永禄5年には、京都から訪れていた大覚寺門跡義春を招いて盛大な曲水の宴を催しています。現在でも京都の城南宮で毎年春と秋に行われていますが、平安時代の優雅な遊びです。義景なりに懸命に沈みかかる両国の空気を押しとどめていたのです。転がり込んだ足利将軍。この頃松永久秀に兄の室町幕府将軍足利義輝を殺され、奈良から脱出した次期将軍候補の足利義昭は、自分を将軍として奉じ、共に上洛してくれる有力大名を探していました。織田信長を当てにしてしばらくとどまっていましたが、すぐには行動できない様子を見て越前の国に入ります。それを知った義景は喜んで義昭を一条谷に迎え入れ、義景の果敢によりこの地で義昭を元服させます。元服し名も改め上洛する気満々の義昭でしたが、悪いことに義景の嫡男熊君とその母の小宰相の局が急死してしまい、しかも毒殺の疑いさえささやかれます。妻と子を失い悲嘆に暮れるばかりの義景では頼むに足りずと、義昭は上洛の約束を取り付けた信長のもとに戻ってしまいました。義景はせっかく向こうから転げ込んできた帰化をみすみす手放してしまったのです。
もっとも義明が越前に居続けても義景にはとても天下を望む器量はありませんでしたし、経済的にも軍事的にも無理な話でした。義景立ち直るも信長との関係悪化する。妻子を亡くし絶望していた義景ですが、周囲の勧めもあり、家臣斎藤兵部尚勇の娘を側室に迎えます。やがてこの側室から嫡子愛王丸を得た義景は、生まれ落ちると同時に世継ぎと決め、だんだんに立ち直っていきます。それは良かったのですが、新しい側室と嫡子を可愛がるあまり、側室とその取り巻きの言いなりになる面が出てきました。典型的なお家騒動の筋道ですね。朝倉家滅亡の遠因とも言われます。その間にも将軍義明を奉じて上洛を果たした信長は、着々と天下人への道を固めつつありました。とは言ってもまだまだ信長の覇権を認めぬ勢力は多く、それらを平定する人ではいくらあっても足りないところ、お前も手伝えと義景にも上洛を要請します。朝倉側としては要請に応じれば、あれを撃てこれも撃てとこき使われるのは見えていますし、兵士金銭糧食を提供した挙句、見返りに何がもらえるやら。第一、信長の傘下に入るのは朝倉の誇りが許しませんから、これを断りますが、信長としてはこれはどっちでもよかったのです。越前という国の位置が都と信長の領国美濃尾張の間に突き出した槍のようなものでした。都と往来する軍勢の横腹を突かれてはたまらぬと、かねてから越前攻撃の口実を探していたのです。信長は将軍を奉じているので、朝倉の方が謀反軍にされてしまいました。浅井は味方をしてくれたけれど。元亀元年1570年4月20日、信長は3万の大軍を率いて出陣。坂本、高島とたどり、25日には越前の国敦賀郡に入りますが、この間にも土着の黒人衆が次々に信長のもとへ馳せ参じます。朝倉一族のこもる金ヶ崎、手筒山、二つとも福井県敦賀市の領城を抜き、木の目峠、福井県の両北地方越前と両南地方若狭を隔てる峠ですを越えたところで、浅井長政謀反の知らせが届きます。これは信長にとってまさに寝耳に水。長政といえば天下一の美貌を謳われ、多くの武将に望まれた妹お市の方を妻に許し、婚儀の費用もすべて引き受け、自身の長野一時とついでに北近江の土地も与えています。まさに何が不足だ状態。信じられぬ思いでいても、次々と長政謀反の続報は届きます。長政にすれば、朝倉は攻めぬとの約定を先に破ったのは信長の方、自分は義景との同盟関係の方を重視しただけです。ともあれ慌てたのは信長、ぐずぐずしていれば前からは朝倉、後ろからは浅井と挟み撃ちになってしまいます。木下藤吉郎にしんがりを任せて、30日には朽木峠を越えて都に逃げ戻ります。朝倉の傭兵のまずさ。義景は長政のおかげで命拾いをしました。信長軍に木の目峠を越えられてしまっては、その先一条谷までもう防衛線はありません。しかしこの時長政と呼応して素早く信長を追い詰められなかったのは、義景さんとっさの判断は得意じゃなかったのでしょうか。ことはこれで終わったのではなく、これからが本腰入れての信長との戦いです。朝倉は5月の11日になってから、義景の重邸にあたる朝倉景明を総大将とし、2万の軍勢で出陣しますが、信長が退却してからすでに10日以上経っており、当然何の成果も得られず、腹いせに美濃の樽井赤坂あたりを焼き払っただけで引き上げます。このあと両者の間は姉川の合戦や浅井朝倉軍の京都修学院一乗寺などへの出兵、比叡山延暦寺を巻き込んでの和平交渉など様々に動きますが、
朝倉は自軍有利な状況を作れても信長を潰しきることはできませんでした。一つには基本的な軍事力で劣っていたからですが、朝倉軍の将も兵も兵糧や武器の補給が困難になる雪の積もる前に本国越前へ引き上げたかったのです。一説によると越前では国外での年越しを避ける風習があったからといいますが、肝心な時に国へ戻ることを繰り返し自ら消耗していきました。最後の戦い、天正元年1573年7月、信長出陣の知らせを聞いて義景は景明や家老衆の出陣を命じますが、いずれも疲れているから休ませてほしいと言って主君義景の要請に応じませんでした。この時点で朝倉の士気の低下、義景の威信の低さがうかがえますが、やむなく義景自ら出陣します。その間にも浅井朝倉の黒人衆が櫛の刃が抜けるように織田方に下っていきます。すでに長政のこもる織田二条は完全に織田方に包囲され、朝倉に呼応する軍はありません。義景は8月10日地蔵山、滋賀県高島市に陣を構えますが、味方の城が落ちたのを知ると引き返し始めます。追撃を開始した織田軍は予想以上の速さで朝倉軍に追いすがり、近江と越前の国境利根坂付近で追いつかれてしまいます。一旦敗走を始め崩れかけた軍勢を立て直すことはできず、13日から14日未明にかけて朝倉勢は織田方に撫で切りにされ壊滅状態となります。15日にようやく一乗谷へ逃げ帰りますが、主君義景を出迎えたのはわずかばかりの人数でした。これまでかと思って義景は自陣しようとしますが、側近の者に止められ、越前大野まで落ち延び最後の決戦をと考えます。義景は平泉寺の衆徒を頼ったのですが、今の義景に味方しようとする者はおらず、最後は景明にさえ裏切られ、御座所の建昌寺を囲まれて自陣しました。享年41歳、最後まで従った者は10人余りだったといいます。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。